歌川広重、東海道五十三次、桑名東海道、七里の私と桑名塾の一七里の、私あと桑名塾は、東海道五十三次の四十二番目の宿場である。現在は、三重県桑名市。脇王関西や街道もここから分岐していた。徳川四天皇の本岳のほか、角松平家の大名が藩主を務めた桑名藩の城下町でもある。江戸時代後期の調査では、 本陣2件、脇本陣4件、旗小屋120件を要し、焼かず2544件、人口8848人であったと記録されている。東海道では旗小屋数で宮宿に次ぐ2番目の規模を誇った。宮宿とは東海道で唯一の海上路である7里の私で結ばれ、伊勢国及び伊勢参りの玄関口となっていた。 江戸時代の宿場町は、伊比川沿いにあったが、関西鉄道桑名駅が、宿場町の西側に設けられて、以降、市街地は西にシフトした。話し言葉において、基礎三線が、東京式アクセントと京阪式アクセントの境界であることから、桑名塾は、東海道における、京阪式アクセント地区東端の宿場町となっている。葛飾北斎、桑名四日市へ三里八町は、 1> 約1 2 7キロメートルで、桑名塾から四日市塾までの距離を意味する。江戸時代後期に、幕府の道中奉行所が、五海道の全宿駅を調査、記録した宿村大会長によれば、桑名塾雑の部に、1、この宿ハマグリ、しぐれハマグリ、シラウオ、シラウオ名物なり、との記載があり、桑名塾の主な名物としてハマグリ、シラウオを挙げることができる。 クワナ氏名産も参照のこと。妖刀、村政で知られる村政は、クワナの当匠である。江戸時代に、クワナ塾を行き交った旅人たちは、村政の噂や伝説を話題に楽しんだこともあったと推測される。民謡、クワナの殿様に登場する、クワナの殿様は、クワナ藩主ではなく、明治から大正にかけて、米相場で儲けた、クワナの大旦な衆のことである。 ただし、桑名の殿様を松平定信とする遺説も存在する。江戸時代、桑名塾から富田の立場にかけての東海道添いでは、焼けハマグリを食べさせる店が多数県を連ねて繁盛していた。ありがとうございます。